はい、どうも皆さんこんにちは、小江でございます。ということで今回なんですけれども、セブンイレブンね、今ですねセブンイレブンで本日のですね、いつだ今日は本日のですね1月12日からですね行われたまあキャンペーンとして、セブンイレブンで行われてるねキャンペーンとしてですね、虹ヶ崎のね、缶バッジプレゼント対象商品をですね2つ買うと2つで1個缶バッジがですねプレゼントされるということでですね、こちらね、まあ、ツイッター上でもね、結構入手されたって方ね、いらっしゃいましたけどもね、まあ、僕もね、今回こちら、はい、入手いたしました。ね、こんな感じでですね、入手いたしました。まあ、ツイッターではですね、まあ、先行して、まあ、ツイートさせていただいたんですけどもね、まあ、今回ですね、どういう配置で、まあ、どういうね、キャラでね、まあ、どういう個数もそうだし、何のキャラを入手しようかな、手に入れようかなっていうふうに思っていたんですけども、最終的にですね、まあ、僕が決めたのはね、まあ、こんな感じで、まあ、こんな感じの組み合わせでして、同キャラを複数個という形では今回入手しませんでした。はい。まあ、あえてね、ちょっとこういう感じの組み合わせで買いました。はい。まあ、この4つですね、まあ、簡単に言うと、アズナプラス、しおりこちゃん、ということでですね、まあ、この計4つ、ね、入手いたしました。まあ、こちらですね、ちょっと一つずつご紹介もしていきたいと思います。でですね、まあ、今回ね、対象商品をですね、二つ購入すると、まあ、組み合わせ自由でして、二つ購入すると、缶バッジ1個ということなので、缶バッジ4つ今回手に入れたということは、対象商品を僕は8つ購入したということになります。で、今回のですね、対象商品はですね、まあ、栄養ドリンク系なんですけれども、今回の対象商品は僕は、はい、これらを購入いたしました。はい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 、よいしょ。ということでですね、ちょっとね画角に入りきりませんけれども、大量のオロナミン C ですね。はい、今回ですね大量のオロナミン C を、てかもう8つ全部オロナミン C ですね。はい、入手いたしました。まあ、これがですね、僕幼い頃からね、一番好きな飲み物なのでね、栄養ドリンクでは。もう何度飲んでも飽きませんので、今回は僕はオロナミン C にしました。もう安定の味ですね。まあ、こちらですね、今回8つ、買いまして、セブンイレブンで。そして、こちらですね。まあ、こちらで缶バッジ4つ入手したというわけでございます。はい、ではですね、今回ですね、そんな長い紹介ではないんですけども、缶バッジをですね、まあ、軽くご紹介していきたいと思います。まあ、絵柄としてはまずこちらですね、全体的に、まあ、全部そうなんですけども、スクスタの絵柄ですね。はい、スクスタのこれはそれぞれ初期の UR ですね、初期の UR のイラストでございます。まあ、とりあえずですね、歩夢ちゃんだけ開けていきましょう。はい、ほ、はい、こんな感じですね。大きさとしてはこちら40数ミリぐらい、44ミリとか46ミリと、いったところでしょうか。はい、こちら取りますと、まあ、こんな感じで、まあ、裏がこんな感じですね。まあ、本当に至ってシンプルな、まあ、缶バッジではございますけども、まあ、こんな感じと、いう風になっております。まあ、残り3つもですね、同じような形となっておりますね。はい、まあ、こちらですね、キャンペーンね、しばらく行っておりますのでね、以下の、まあ、テロップにね、書いてあると思いますけどね、以下のね、日付までキャンペーン実施中ですのでね、まあ、それまでね、店頭に在庫があればね、置いてあるという状態だと思いますのでね、まあ、皆さんね、最寄りのセブンイレブンと行ってみてね、ぜひね、こちらの缶バッジ、まあ、欲しい方はね、入手してみてはいかがでしょうか。まあ、最安値でね、240円ぐらいといったところですかね。まあ、オロナミン C2 本ということなんで、まあ、220円とか30円とかそこら辺なのでね、まあ、欲しい方はぜひ入手してみてください。まあね、意外とね、まあお手軽なんじゃないかなと。まあね、セブンイレブンのね缶バッジってね、毎回ね結構ね、ラブライブ毎回そうですけどお手軽ですけどね。はい、まあ、ちなみにですね、こちらね1店舗ごとに各種3個、だつまりアイムちゃんの場合は、まあ、3個ずつ、まあ3個3個3個ということで、まあ合計30個1店舗あたり置いてあるっていう形だったんですけども、ちなみに僕が行った時はですね、もう、すべて、各種1個ずつ、つまり10個ですね、なくなっておりました。まあ、意外とですね、店員さんが事前入手してるっていうね。まあ、事前入手っていうかね、もうね、0時になった瞬間にね、入手してるっていう、まあ、場合もあるらしいのでね。まあ、そこら辺は気をつけてください。もしですね、この動画がいいなと思う人は、グッドボタン、高評価ですね、あと、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。